リピートアフターミー。声に、声と、声に、発展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 。うるせえ、なんやこの理不尽は、などと言いつついざ本編。出てきやがれオブジェクト。アツアツ、SCP-788、マグマを泳ぐ恋、です。特別アツアツプロトコル、SCP-788 は、サイトアッチーナー、昆虫症が、の高温セラミックで内壁を覆った直径25メートルの収容棒に収容し、その内部は、摂氏900度で維持した溶融鉛で満たします。SCP-788 が活性化する、または、この収容を破壊しようとする場合、SCP-788 が運動を停止するまで収容棒の冷却を行ってください。また、毎日 500g の鉄とマグネシウムのペレットを給仕してください。そのペレットを私によこすんだ。食べるつもり？あったりめえよ。全部の歯と歯茎が死ぬぞ。やっぱやめとくわ。せっせ。説明なんかじゃないやい。SCP-788 はアフリカ鯉に類似した生物であり、体長はおよそ 3.2 メートルで、全身が超苦鉄質マグマとひび割れたピクライト質原部岩の肌で形成されています。現在の推定中核体温は摂氏約1475度。この中核に対し、肌の温度は低めだそうですが、素材のせいでそう見えない採取されたサンプルからはいずれも差異が見られず、その内部構造も明らかになりませんでした。何もわからんかったわ。しっかりしなさい丸坊主ステッカー。変なあだ名つけんといて。SCP-788 は一般的な水生魚と同一の単純な行動をとる様子が観察されています。普通の状態だと、このサイズの魚相応の力なんだけど、興奮状態になると、収容室を壊しかねない、とんだクレイジー坊やだぜ。餌は金属、主に鉄とマグネシウムを好み、排泄行為は行わない模様。うんち？その性質ゆえか、収容したての頃より、うんち、約22センチ、体長が大きくなってるんだ。うんちは大きくなった？うんちから離れなさい、霊夢。発見の経緯。SCP-788 は、1900年に発生した小泉進次郎の噴火の後に発見されました。現在、SCP-788 の複数の実例が地球のマントル層内部に生息しており、これが噴火により表層に押し上げられたものと考えられています。うっかり一般人が新たな実例と出くわしてぽっくり、その後始末でがっかり、みたいなことが起きぬよう、ざっくり、偶発的事例に対して財団の中でちゃっかり準備が進められています。これやばそうじゃね？よくわかんないけどやばそう。そんなんでいいんすか？ほい。SCP-788-1、ふんふふん、ふふふん、ふふふん、SCP-788 は、およそ24日間移動が遅くなり、刺激に対して無関心になりました。その期間中に、SCP-788 の腹部は大きく膨らみ、期間の際後、おそらく、卵だと思われる、平均直径約3センチの球状物体を生みました。この球状物体も、本体と同じ種類のマグマで、できています。現在、すべての標本が、別の収容棒に移されている様子。そしてこのうちの一つが、後の私です。衝撃の事実。